皆さん、こんにちは。元世界記録保持者である競泳の渡辺一平選手がパリ五輪に内定したことが話題となっています。今回は渡辺一平選手のパリ五輪内定の詳細や結婚、熱愛の噂、過去のトラブルについてお話ししたいと思います。まずは渡辺一平選手の簡単なプロフィールからご紹介します。名前、渡辺一平。生年月日、1997年3月18日。身長、193センチメートル。体重、78キログラム。血液型、A 型。出身地、大分県津久見市。最終学歴、早稲田大学。所属、トヨタ自動車。渡辺一平選手は、1997年3月18日に大分県で、三姉妹の末っ子長男として誕生しました。一平という名前はお母さんから初めての男の子ということで、特別扱いをしないでほしい、平凡でいいという思いで名付けられたのだそうです。平凡を望まれて育ってオリンピック選手になるなんてすごいですよね。渡辺選手は3人のお姉さんに囲まれておとなしい少年時代を過ごします。幼稚園生時代には海で溺れてしまい、水が怖くなりそうな経験があったそうですが、小学校2年生の時に地元の津久見ジュニアスイミングクラブで水泳を始めた時には、不思議と水は全く怖くなかったそうです。後に渡辺選手は小学生時代の練習が水泳人生で最もきつかったと語っています。そんな練習の甲斐あって、小学校5年生の時にはジュニアオリンピックに出場し好記録を出します。その後、大分県津久見市立第一中学校に進学後、水泳部に所属し競技中心の生活を送りますが、小学校5年生の時の記録が超えられず苦しみます。中学時代は全国レベルの大会で決勝に残ったことはありませんでした。中学卒業後は自ら希望して大分県立佐伯鶴城高校に進学します。この高校は県立の進学校ですが、スポーツも大変盛んで、水泳部はもちろんのこと、野球部や剣道部も全国大会に出場しています。当時のあだ名はマッチ棒だったそうで、細身で身長が高く赤いキャップをかぶっていたことからそう呼ばれていたそうです。渡辺選手の身長は現在193cmですが、中学2年生の時に 170cm、中学3年生には 181cm もあったそうです。大学は瀬戸大也選手や坂井雅人選手なども在籍していた早稲田大学にスポーツ推薦で入学し、学業と競技生活に励み、2019年に卒業されました。卒業時には在学中の競技成績などが評価され、学術院長特別賞を受賞しています。競泳選手としては2017年、2019年の世界水泳選手権 200m 平泳ぎで2大会連続銅メダリストとなっています。2017年に日本選手権に出場した際に 200m 平泳ぎ決勝では世界記録保持者になったことで一気にブレイクしました。しかし2大会連続の代表入りを狙った2021年4月の東京五輪代表選考会では、代表の有力候補とされながらまさかの落選。パリ五輪出場を目指し、2022年からは高木直樹コーチに師事し、ハードトレーニングを積んでいました。昨年2023年の世界水泳では、4年ぶりに代表復帰を果たし、復調をアピールしていました。そして、2024年3月21日、東京アクアティクスセンターで、パリ五輪ほか、国際大会代表選手選考会、男子 200m 平泳ぎ決勝が行われました。個人種目は五輪本番で決勝進出が見込めるラインに設定された派遣標準記録を決勝で突破し、かつ2位以内に入れば五輪内定となる一発勝負です。この決勝を渡辺一平選手が2分6秒94で制し、パリ五輪の派遣標準記録2分8秒485突破し、2大会ぶりの五輪代表に内定しました。代表権を逃した東京大会から3年、渡辺選手は挫折を経験したからこそ修正だったり立て直しが
非常に上手くなったと語り、激戦となったお家芸での五輪選手に返り咲きました。また3月20日に行われた予選は2分10秒40で全体1位に。同日の準決勝では派遣標準記録を超える2分7秒92をマークし、決勝に駒を進めました。渡辺選手の27歳の誕生日だった3月18日の 100m 決勝では3位に終わり、五輪への切符獲得を逃していました。渡辺選手は、僕にとって五輪という舞台はすごく大切な場所、8年ぶりに代表権を勝ち取りたいと話し、強い気持ちを胸に本命種目で3日遅れの誕生日プレゼントを自らに贈りました。東京五輪落選から念願の代表内定を勝ち取った渡辺選手、ファンからも祝福の声が上がりました。そんな渡辺選手ですが、EXILE や3代目 JSOULBROTHERS など人気アーティストも所属する大手芸能事務所 LDH に所属するイケメンスイマーでもあり、女性に人気が高いことでも知られています。そんな渡辺一平選手について調べてみると、やはり結婚、彼女といったキーワードが多く検索をされているようですね。2015年のインタビューでは、まだ相手はいませんが、東京オリンピックで金メダルを取ってプロポーズしたいという夢があるので、有言実行できるように頑張りますと結婚に関する願望を語っています。2024年3月の時点では、渡辺選手が結婚をしているといった情報はありませんでした。現在27歳なので、結婚をしていてもおかしくない年齢ではありますが、競泳選手ということもあり、結婚に関してはタイミングを伺っているのかもしれませんね。ただ渡辺選手は2017年3月時点で交際をしている女性がいることを公表しています。フリーアナウンサーの加藤綾子さんにインタビューをされた際、好きな人でもいるんですかと聞かれると、渡辺選手は笑いながら、えへへへ、一応付き合ってますと告白。加藤綾子さんから彼女の年齢や職業を聞かれると、医学部受験してる人で4歳年上、人生を遠回りして夢を追い続けているのがかっこいい、頑張ってる人は素敵です、向こうは僕のことを好きって言うけど僕の方が絶対に好き、お互い高め合ってるんですとのろけながら語っており、彼女を尊敬している様子が見て取れました。続けて、ぶっちゃけめちゃくちゃ可愛いですよ、写真見ますと言いながら加藤綾子さんに写真を見せます。写真を見た加藤綾子さんは、すごい、本当に可愛いとコメントをしています。6年前のお話なので、2人が現在も付き合っているかどうかは不明ですが、現在も交際を続けているとすれば、将来的には結婚も視野に入れているかもしれません。ただ残念なことに、気になる彼女の写真は加藤綾子さんにだけ公開されたようで、世間には公開されませんでした。あの加藤綾子さんも認めるなんて、きっととても可愛い女性なのでしょうね。そんな公私ともに充実している渡辺選手ですが、過去にトラブルを起こし活動停止になったことがあるそうです。2022年12月4日、渡辺選手が練習拠点としていた経大水泳部の競泳部門が飲食店でのトラブルで無期限活動停止になりました。当時渡辺選手は騒動の現場に同席していたことを明かし、深く反省している、社会人としてしっかり行動を改めると謝罪しました。経大によると、10月31日に横浜市の日吉キャンパス内の飲食店で酒に酔った部員がコップを割るなどして騒ぎとなり、警察に通報されたそうです。渡辺選手は部員と店員の仲裁に入り、転倒して顔に怪我を負ったそうです。飲食店には後日謝罪したといいます。渡辺選手自身がトラブルを起こしたわけではありませんでしたが、責任を感じて反省し謝罪をしたのでしょうね。トラブルの仲裁をしていたことからも真面目な性格がうかがえますよね。真面目で努力家な渡辺選手のパリ五輪での活躍にも期待です。いかがでしたか？今回は渡辺一平選手のパリ五輪内定、結婚や熱愛、過去のトラブルについてご紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございました。
コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。